西日本銀行本店写真は西日本シティ銀行になってからの2011年撮影株式。会社西日本銀行は福岡市博多区に本店を置いていた地方銀行。略称は西銀。2004年10月1日に福岡シティ銀行を合併し、西日本シティ銀行と称号を変更した。1944年12月1日。 戦時体制下における大蔵省の一県一、無人会社への統合方針に基づき、福岡無人を除いた、県内無人会社5社と野村銀行の参画によって、西日本無人を設立。資本金の過半は、野村銀が出資した。1951年10月、相互銀行法の施行によって、西日本相互銀行と称号を変更。その後、 副賞のほか大賞、東賞にも上場し、有力な総合銀行として成長を遂げた。1968年、合併転換法が成立し、同年には、総銀として随一の規模を誇っていた日本総合銀行が、都市銀行に転換、太陽銀行として予想位を新たに発足した。同行の転換後、西日本総銀は、総銀会主位の地位を占め、 広し銀転換の最有力候補として取り沙汰された。オイルショックは日本経済にも大きな影響を与えたが、宮崎県宮崎市に本店を置く、小規模な総銀であった高地補送後銀行にも不良債権の増加をもたらし、年々進化するコンピュータ化に対応できない状況に追い込まれてしまった。そうしたことから、監督官庁であった大倉省は、 高地補送銀の自主再建は困難と判断。同省からの要請で1975年以降、西日本送銀が高地補送銀のオンライン化、役員の派遣、業務上のノウハウの提供、資金供与など全面的な経営支援を行った。1978年に入り、西日本送銀は経営効率化を進め、さらなる業用拡大を施行するため、 高地保送銀を合併した上で、同時に広市銀に転換する方針を明らかにした。しかし、当時の全国総合銀行協会会長で、福岡総合銀行社長の四投資は、有力送銀の離脱は、送銀の地位低下につながると猛反発した。送銀京との話し合いは難航したが、西日本送銀は転換後1年程度協会内に、とどまり、 その後、地銀協に加盟することで了承された。また、総銀協離脱後は、全国地方銀行協会に加盟するが、その際には、地元地銀全量の推薦を得ることが、慣行とされていた。だが、地元地銀が、九州全域に営業網を構築する、西日本総銀は、金融秩序を乱しかねないと懸念を抱き、加盟に難色を示した。しかし、 地銀協への加盟も西日本総銀が地銀業界の協調と連帯を尊重するの旨を表明したことから加盟が認められる見通しとなった。右与曲折を経て、1984年4月1日、資金量地銀会11位、店舗の4割が福岡県外に所在する西日本銀行が誕生。西日本総銀の広し銀転換は1989年。 以降の総合銀行の地方銀行転換の先行例とされた。2004年10月1日、同行は福岡式銀行と合併、西日本式銀行となった。西日本銀時代の本店は、現在西日本式銀本店別館ビルとして使用されている。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件では、 世界貿易センタービル北東102階で閉鎖したニューヨーク支店の残務整理に当たっていた支店次長と若手行員の2名が犠牲となった。ありがとうございます。